はい、こんにちは、ロキです。久しぶりの投稿になるんですけれども、最近ですね、いろいろとですね、バタバタしていてですね、ちょっと情報発信の方がおろそかになってしまっていたので、楽しみにしていただいてた方にはですね、申し訳ないなという気持ちとですね、本日はですね、近況のお話がメインになってしまうんですけれども、ちょっと簡単にお話しさせていただければと思います。はい。最近ですね、何をしてたのかと言いますとですね、相変わらず、カメラ転売は、サブでやりながら、新しい、ビジネスというか、取り組みに専念しつつですね。で、そっちの方がですね、ちょっと、ある一定期間、自分の中で、ノルマというのを課してですね、必死に頑張っていたので、ちょっと、そちらの方はですね、力をだいぶ抑えるというか、今までやっていた作業量というのはですね、やめて、その作業量を半分ぐらいに減らしてですね、少し自分にですね、休養を作ったりとか、あとは、コンサルの方もですね、ご要望がすごい殺到しましてですね、何人かちょっとお断りというかですね、予約という感じで、ちょっと、来月とかですね、来月以降とかに、お待ちいただいているような状態になってます。はい。ですので、コンサル生の方のですね、ご指導なんかが結構メインになってきてますね。で、今月の終わりになるんですけれども、僕の方で、普段ありがとうございますということで、コンサル生の方たちね、集まれる方は、集まっていただいて、ちょっと実際にお会いしてですね、懇親会なんかをやろうと思っていますということですね。で、この懇親会なんかもすごくね、豪華メンバーといいますか、おなじみの大和さんとかですね、この間音声取らせていただいた土屋さんとか、その他の方、結構ね、稼がれてる方が集まるので、すごく楽しみだなというふうに思ってます。はい。今月のイベントでね、一番大きなイベントって言ったら、僕の中ではそれが、一番楽しみなイベントですね。はい。最近本当に、コンサル生の方ともですね、毎日毎日コンタクトを取らせていただいてて、忙しい方はね、本当にかなり忙しいので、連絡もね、ちょこちょこっていう感じになりがちなんですけれども、しっかりそこは連絡取らせていただきながら、ご自身のペースでね、やっていただいてるというような状態で、徐々に徐々にですね、やり始めた方はね、まだ出品まで行かずに、仕入れのですね、リサーチをですね、事前リサーチですね、扱う商品の事前リサーチをしっかりしてもらってですね、それから仕入れという感じになるので、僕のコンサルの場合は、いきなり、何でもいいから仕入れてくださいっていうことは一切やらずに、最初に扱う商品のね、リスト作りっていうのをしてもらってるので、その準備期間がですね、人によっては結構かかってしまうんですけれども、リストがね、財産になるというか、今後の宝になっていくので、そこはしっかりご理解いただいてですね、取り組んでいただいているということですね。なので、準備期間中の方が結構多いんですけど、そういった方たちがね、徐々に、仕入れを始めてですね、出品というところになってきました。はい。で、もちろん既存の、稼いでいただいている方たちにはですね、さらにいい結果を伸ばしていただいていますね。はい。大和さんなんかもですね、かなり力を抜いた状態でも、もう毎日バンバン利益を上げてますね。普通にもう副業のような感覚で本人はやってるというふうにおっしゃってますけれども、かなり力を抜いても、60万とか70万ぐらいは稼げるだろうっていうことでね、この間もお話ししてましたし、僕の方に、売上報告というのはね、毎日上げてもらってるんですけど、それ見ててもね、日給ベースで2万3万っていうのはボンボン上げてきてくれるので、全く嘘じゃなくてね、信憑性のある数字だなというふうに思ってます。で、土屋さんの方もですね、今月はですね、かなりペースがいいので、おそらく50万は超えるかなといったところまでは、来てますね。ですのでね、
以前から頑張っていただいている方たちもですね、めきめきと力をつけて、来ていただいて、まあ、1ヶ月ごとにね、本当に利益をガンガン上げていってもらっているので、まあ、僕としては本当にね、ありがたいなと、まあ、行動していただいてくださっていることに感謝いたしますし、毎日ね、成果を報告していただいていることも、本当に感謝しております。ありがとうございます。まあ、ということでですね、まあ、かなり、僕としてもね、まあ、充実した、一日を送れているのかなということで、まあ、最近ですね、本当に考えることがあります。それは、まあ、自分自身がですね、作業にめちゃくちゃ追われて、ひしこいてね、稼いでた時のことを考えると、やっぱりこういったことには気づかないし、そういう心理にね、まず、ならないなというふうに思ったことがありまして、やっぱりですね、まあ、仕事面でですね、めちゃくちゃしんどくてね、本当にやみくもに頑張らないと、結果が出ないっていうふうにね、思い込んでしまってるマインド、これがね、結構ネックだったりしてですね、もう必死こいて頑張ると、頑張らないと稼げないっていうマインドですね。このマインドっていうのは、まあ、実際ね、頑張らないと結果的には稼げないっていうのは事実ですよ。まあ、もちろん1日ね、ぼーっとして何もしないで、昼寝だけしてね、お金が舞い込んでくるかっていうと、それは嘘になってしまいますけれども、マインド的に、今自分が取り組んでることをね、まあ、楽しんでやっているかっていうことと、頑張って必死こいてね、ストレスを抱えながら、やるということの違いっていうのは全く違うんですよね。作業量で言えば、僕自身もですね、一つ一つの、まあ、やることに関してね、例えばカメラ転売に今まで 100% の力を使ってたと、でも今は 20% ぐらいの力でやれてると、まあ、その分、同じ時間をね、分散して他のことをできるというようにやってるので、まあ、トータルで使う時間っていうのはね、まあ、徐々に減ってきてはいますけど、それでもまだね、完全にフリーでやってるわけではないので、ある程度の力使ってるんですよね。ただマインドの持ち方として、めちゃくちゃ必死こいて頑張ってるっていうようなマインドはもうほとんどないです。使う時間とかはね、変わらないにしても、どこかね、無意識のうちに何かに追われているような感覚ですよね。もう本当にこれをね、めちゃめちゃ死に物狂いでやんなきゃ絶対にダメなんだとかっていう発想がね、昔はあったんですよね。というか、そういう発想で自分の行動を後押ししていたというか、その、まあ、必死こかなきゃいけないっていうのがないと行動ができない自分がいたんですけど、最近は一切そういうことがなくてですね、逆にマインドをですね、ゆとりを持たせてあげて、まあ、そういったね、負のパワーというか、何か追われてる感じで頑張るというような考え方を一新して、もう本当に日々楽しみながら、どん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 ね、成長していくという感じで、楽しみながらね、作業をしたりとか、精神状態を保つことによって、やってる作業とか時間はそんなにね、半分になってるわけではないんですよ。トータルで考えればいろんなことやってますから、1日に使ってるね、仕事に対する時間っていうのは半分はなってないです。正直、7、8割ぐらいという感じで、かなり時間は使ってるんですけど、その中でも自分のやっぱり心の在り方とかマインド面の、持ち方の違いによって、ストレス、自分にかかる負荷とかはですね、全く違ってくるんですよね。で、そうすることによってね、まあ、原動力を楽しみながらやっていくっていう方向にね、プラスの方向に変えていくことによって、かなりね、作業効率が実は同じ時間使っててもアップしてますし、それだけではね、解明しきれないようなことが起きてくるんですよね。要は理論で説明できないようなこと、まあ、プラス要因っていうのが、自分以外のものからね、来たりとか、まあ、ここの部分ってちょっとね、説明が難しいんですけど、マインドを健全にしていくことによって、いろんなね、いいことが起きてきます。これはもう本当に自分で実践してね、意識して実践し始めてから、全く違うなというふうに感じてますので、僕の中でなんですけどね、でも、まあ、お話聞いてね、ピンと来られる方もいるんじゃないかなっていうふうには思ってます。なので、まあ、
自分がね行動する原因とか行動する理由をどういうふうに持つのかっていうのはすごく重要で、まあ、例えば物事を始める時の、その始める時の動機ですよね、うん、それが、苦しい状態で始めると、もう自分はもう本当に必死こいてやらなければならないからやるっていう動機づけよりもですね、楽しみながら、うん、自分がねこのことに取り組むことによって成長していけるからすごく楽しいから、やってみようというふうに動機づけるのとでは全く違ってくるということになります。でもちろんね、それはいや取り組み始めた後からでも十分変更はできますから、まあ今日一日スタートする時もそうですし、何かに追われているっていう不安からね行動するんじゃなくて、今日一日自分がね最大限に成長できるということをね楽しみながら一日過ごしてみる、うん、これだけでも全くね一日の過ごし方とか、精神状態の、まあ、起伏ですよね、うん、もうすごくねなだらかな、波のないようなね、うん、あのマインドの状態で物事を取り組むことができるんで、まあ、かなりねあの焦りとかもなくなりますし不安とかもなくなるんですよね。でその状態で仕事をすると本当に、まあ、もちろんですけどあのいいことが起きてきますから、まあ、たとえねあの、まあ、お客さんからクレームが来たりとか多少のトラブルがあったとしても最善手を打つことができるというか、まあ、心にゆとりができますから、あの一番ねいい手を選べるっていうのがねかなりメリットかなと思います、うん、なので、まあ、最近いろんな方とお話ししてて、やっぱりね、まあ、お金の話とかもするんですよね、うん、まあ、最近自分が何を買ったとかね、まあ、お金をね散財してしまう人の話とかいろいろしてたんですけど、やっぱりね、まあ、自分のねお金の使い方というか、うん、力以上のことをね無理やりやろうとしてしまうことっていうのは、結構危険なんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、まあ、例えば、まあ、1000万円ないとねできないことを無理やり借金をしてね、やってしまったりとか、うん、自分の力がそこまでね、まあ、ベースというか、本当のね能力値がその1000万を手にする力がないにもかかわらず、まあ、手にしてしまってね、それで無理やりやっていくというようなことって、まあ、それでねもちろん成功する方もいらっしゃると思います。ですけどマインド的にどうなるかっていうとね、こう毎日が焦りですよね。焦って、もうその借金を返さなきゃいけないと、うん、いう、まあまあ、そのパワーでねひたすらもう頑張ってもうストレスを抱えながらやっていかなきゃいけないと、うん、いうことですね。でこれね本当にねストレスを抱えないように、まあ、するっていうふうに、まあ、言うかもしれませんけれども、まあ、それはね、無意識の状態では、まあ、その借金をしたということ自体はマイナスポイントで捉えられてるんで、あの表面上の僕らがねどんだけそれを気にしないって思ってもどこかで負荷が絶対にかかってますから、あのそこの部分とかね、無意識に、まあ、自分の意識ではね、全く平気という感じでやってたとしても自分の無意識っていうのはしっかりその物事を見てますから、まあ、無意識は嘘をつかないってことですね、要するに、うん、なので、まあ、さっきのお話にもありましたけどやっぱり自分のマインドがね本当にクリーンな状態で、ストレスのない状態をね、作れているかっていうのはすごくやっぱり重要ですし、まあ、同じ成功するっていう部分においてもね、本当に辛いきついもうがむしゃらみたいな感じでやっていくのと、もう本当にリラックスした状態でいつの間にか成功してるみたいな、うん、状態っていうのは本当に違うと思うので、まあこれって別に、まあ、自分が月収10万円しか稼げなかった時とか、まあ、月収10万円稼いでた時とかね、5万円とかもしくは1円も稼げなかった時から考えたら絶対に成功なんですよね、うん、伸びてるわけなんで間違いなく成功している上向きに伸びていってるわけなんで、結局これを続けていって飛躍させていくだけの話なんでね、うん、その原動力というか根本的なポイントの部分は掴んでるつもりなんで、その部分で話すとですねやっぱりマインドの、健全化クリーニング化っていうのはすごく重要じゃないかなと、無理なく稼いでいくってことですね、うん、っていうのはすごく重要かなと。でこれをね、まあ、これをですね
また大和さんとかとですねめちゃめちゃ話してですね、確かに本当にその通りですねということでね、いろいろお話ししてました、まあ、あの方も本当にねマインドのことに関しては半端じゃないぐらい勉強している方なんで、まあ、その彼もね、おっしゃってますし、まあ、現にね、彼が、取り組んでいるこのカメラ転売、まあ、彼もそういう気持ちでね、取り組んだ結果、まあ、今みたいなね、状態があるというか、しかも相当短期間に結果出されてますから、これは偶然ではないっていうかね、彼が本当に意図的にそういう形を作り出してそういうマインドで取り組んだ結果今の、結果が出てますので、で彼はもう借金も一切してませんし、資金だってね、最初なんかめちゃくちゃ借金してやったとかそういうわけでもないですし、ある資金でね、そんなに莫大な金額は持ってなかったですけど、そこから着々と始めていって、まあ、どんどん資金が増えてね、今もね資金が増え続けてるっていう状態なんで、まあ、これはもう偶然とはねちょっと偶然とは言い難いというか、偶然では片付けられないような状況が起きてるっていうことですね。でその過程を、まあ、短いスパンでね切り取って話したとしても、やっぱりそこのマインドの健全化っていうのはすごく重要だなっていう話に帰結しましたね。なのでこの話はですね、まあ、僕一人で話すっていうよりも、まあ、いろんな方とね、まあ、実際にそういうマインドのことを勉強してね、まあ、そこを突き詰めた方とやっぱりお話しするとね、かなり分かりやすいんじゃないかなって思いますし、まあ、僕自身もやっぱこれからはね、最初の方はねすごい必死に頑張ってたんですよね。必死にっていうのは行動量の話じゃなくてマインドですね、自分が何かをするための原動力をですね、負の力を借りてじゃないと頑張れないっていうマインド的に言ったらかなりきつい状態ですよね。そのきつい状態を自ら作り出して、やるっていう状態、これは本当にコストが、精神的マインド的コストがめちゃくちゃかかりますし、それによってね、もちろんお金を手にすることはできるかもしれないですけど、それから先もずっとそのね、呪縛から、逃げられないというか、それをやらないと稼げないっていうような状態になってきちゃうんで、もう本当にこれはね気づいた方がいいんですよね、早めに。で、そうじゃなくて稼ぐ動機っていうのをもっと他に持って、やった方がですね、確実にマインド的には健全になりますし、これから先ね、もうお金がなくなったら不安とかそういう不安とかもなくなってきますしね、まあ、いろいろな自己啓発の、お話とかありますけれど もう根本的なお話になってくるんですが、ちょっとね、いろいろなことを出してくるとお話がちょっと長くなってしまうんで、あんまりこう深いことは言えないんですけど、今日もですねそういうお話を、コンサル生と、コンサル生がねすごく興味があるっていうことでね、お話しさせていただこうと思ってるんですけれども、いわゆる本当に何か始める時の動機づけ、何かしている時の動機づけっていうのをね、負のパワーで作るんではなくて、確実にプラスのパワーですね、自分の成長につながるとか、もうワクワクしてしょうがないとか、そういう感覚で、取り組む。もうこれ選ぶのは自分ですから、どっちも自分なんですよね。どういう動機づけにしてそれを始めるかっていうのは自由なんですよ、その場で選べるんです、自分で。そのことに気づいてですね、絶対にもう這いつくばってでもとか、なんでしょうね、泥水すすってでもとかね、そういう方向のマインドにならずに、どんどんね自分は良くなっていくと、日々成長していくと、それを楽しみながらやっていくと、現状がどうであってもですよ、現状リアリティがどうであっても、それ選ぶのは自分ですから、自分でしかないです。なので、これねちょっと本当に話していくと、かなり深いところまで行ってしまうので、この辺でちょっとやめますけれども、そういうことでねちょっと、何言ってるか分かんないという方もね、いらっしゃると思うんですけど、結構そういうことを最近勉強してるというか、体感しながら日々ですね楽しみながらですね、ビジネスをやっているというような状態ですね。はい。なのでちょっとねこれ音声にするとね、語り尽くせない部分があるんで話そうかどうかちょっと迷ったんですよね。でやっぱり話してみたらちょっと支離滅裂な部分が出てきてしまって、まだまだちょっと自分でもね、うまくこう話せないというか、確信の話がちょっとできないんで、どうしてもね、確信の部分に行ってしまうと、ものすごいお話になってしまうんで、そこの部分がちょっと言えないっていうところでね、伏せながら話すのがちょっと難しい内容にはなってしまいましたね。
でも結構ね、そういうお話、まあ、要は、カメラ転売のノウハウももちろん当たり前なんですけど、ぶっちゃけノウハウ以前にめちゃくちゃ重要なことに気づいてしまったというか、うん、ノウハウも大切ですよ、もちろん当たり前です。ゴミのようなノウハウをやってもしょうがないですよね。再現性のないノウハウをやっても、それはもちろん稼ぎづらいという現象が起きちゃうんで、もちろんね、スタイリッシュな、研ぎ澄まされたノウハウをやるっていうのはもう前提、大前提にありますけれども、それよりもね、比重的に大きいのが実はマインドの話で、うん、そこのマインドの部分が形成されてないと、どれだけいいノウハウを与えられたとしても何もできないと。うん、で逆にね、極端な話ですけどね、これは極端な話、マインドができてしまってる人っていうのはどんなノウハウでも稼いでしまうっていうのが、まあ、極論なんですよ、うん、そのパワーバランスはすごく重要なんですけど、その中でも再現性を高めていくためにはノウハウもしっかりしてなきゃダメですし、まあ、いろいろバランスっていうのがすごく重要にはなってくるんですけれども、やっぱりこのマインドの部分ってすごく大切なんで、こういった部分をですね、やっぱりコンサル生の方にもね、まあ、カメラ転売のノウハウはもう当たり前に お伝えするとして、付加価値としてさらにね、お伝えしていけたらいいなと思ってますし、まあ、今度ね、懇親会ではそういうこともねメインにお話ししていけたらなと思ってます。ただひたすらがむしゃらにやりましょうっていうのはね、もう卒業しましょうっていうことですね。マインド的にもノウハウ的にも全部そういうのは離脱して、楽しみながらね、取り組む方向に変えていきましょうというような、まあ、方向に変えていこうと思っております。そうですね、うん、なので、まあ、僕自身も、まあ、これから先、いろいろなことがあると思いますし、いろいろ学ぶと思うんですよね。で、まあ、リアリティで言ったらね、結構きついこととかも起きてきたり、逆にすごい楽しいことも起きたりするんですけど、そういうものも全部含めて楽しんでいこうというふうに、思ってます。はい。で、もう本当にね、僕のこの放送を聞いて、まあ、しっかりと聞いていただいている方、もうメルマガの、ね、方にもかなり返信もいただいてますし、この場を借りてお礼を、申し上げます。ありがとうございます。はい。で、常に学んでいただいてね、最近も本当にね、たくさんの問い合わせいただいてますし、コンサルに関してもね、お問い合わせいただいております。で、お待ちいただいてしまっている方とかですね、実際にちょっと、ご遠慮させていただいている方っていうのも、当然いらっしゃるんですけれども、まあ、そういう方たちも含めてね、ご縁がありますので、まあ、これからもですね、よろしくお願いしますと、いうことですね。はい。で、また近々、まあ、音声発信できたらなと思ってますし、まあ、僕の方もね、日々、どんどん、新しい自分というか、マインドの部分もね、気づきとかめちゃめちゃ増えてますので、まあ、そういうものもシェアしていけたらと思いますし、まあ、コンサル生の方、まあ、今はですね、もう本当にコンサル生の方にね、稼いでいっていただいて、まあ、成長していただくことに結構喜び、まあ、かなり喜び感じてますので、まあ、その辺の、まあ、放送というか、まあ、音声もそう、まあ、音声対談ももちろん撮っていきたいですし、もう僕の方で独自にね、こうして途中結果発表とかですね、その中で気づいたことっていうのをシェアできればというふうに思ってますので、ぜひその辺も楽しみにしていただければなと、思います。はい。それでは、今日はお付き合いいただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。